こんにちはビートルズワールドニュースです今日はビートルズ最後の曲ナウゼンに関する知識と残る疑問についてですジョージハリスンはこの曲のオリジナルの音質がクソくらえと言ったと言われていますこの最後のビートルズの曲は11月2日にリリースされ短編映画と一緒に発表されますなぜビートルズの前に引用符があるのかそれはバンドの半分が Zen のリリースに関して発言権を持っていないが、全員がこの曲に参加しているからです。この曲はもともと1970年代後半にニューヨーク市のダコタビルディングのアパートでジョン・レノンがピアノで録音した未完成のソロデモでした。この切ないラブソングは未完成の曲「Free as a b i r d RealLove」および「GlowOldWithMe」を含む自宅録音のカセット2本とともにポール・マッカートニーに提供されました。 前者の2曲は生存しているビートルズとジェフリンと一緒にレコーディングされビートルズアンソロジーの一環として1995年と1996年にシングルとしてリリースされました Low ン Zen もその一部として計画されていましたが何が起こったのでしょうかポール・マッカートに、ウリンゴ・スターおよびジョージ・マーティンは聴覚の問題で辞退していたので共同プロデューサーのジェフリンが サセッッククスのホックヒルミルミでジェフリンと一緒に集まる前、ビートルズアンソロジー映画のためにサウンドトラックを制作する予定でしたしかし彼らの野心は変わりましたオノガ・レノンの未完成の曲のテープを渡すことを決定した後、トリオはビートルズの可能性のある取り扱いのために楽器を追加するアイデアを探求したいと考えましたしかし1979年と1980年にレノンによって録音された「リアルラブのデモが6つもありましたが フリーアズアバードと、ナウゼンにはモノラルカセットの単一のデモしかないようです。その結果、多くの作業が必要でした。特に、ナウゼンの場合、その時点で行き詰まりが生じました。生存しているビートルズは、レノンの曲のデモにバッキングトラックを制作する作業を始めたのは3月20日と21日でしたが、作業は中断されました。たンは、ははそそれれ1日だけで、で実際にはそれをいいじくっていた午後でした。 この曲にはコーラスがありましたが、歌詞がほとんどありません。私たちはバッキングトラックを制作しましたが、本当に完成させませんでしたと振り返りました。さらに、ジョージ・ハリスンはそれをやりたくなかったし、プロジェクトについてはビートルズ全体で民主的な決定を下していました。すべてが全くなくなりました。ビートルズは、この曲をクソみたいなゴミだと宣言したと、マッカートニーはニューヨーカー氏のインタビューで語っている。 これは特定の音質に言及している可能性が高く、ベノンの録音における定期的なハムノイズがベノンのダコタビルディングアパートメントの電流の結果であると言われています。ジョージ・ハリスンの未亡人オリビアが最近の声明でこの理論を裏付けています。オリビア・ハリスンは1995年にスタジオで数日間作業した後、ジョージはデモの技術的な問題が克服不可能であり十分な水準でトラックを仕上げることができないと結論付けました。 彼が今ここにいたなら、ダーニ・ハリスンと私は彼がポールとリンゴと一緒に、ナウアンドゼンの録音を完成させるのに心から賛成していたことを知っています。と述べました。しかし、この曲を完成させる意欲は消えませんでした。2012年の BBC4 のジェフリンのドキュメンタリーで、マッカートニーは、それはまだ残っています。だから、ジェフと一緒にそれを仕上げるつもりです。いつか、と述べました。では、 1995年から何が変わったのでしょうか AI 技術を使用してビートルズが Now&Zen を再構築するというニュースが出たとき警報が鳴り響きましたしかしレプリカントのレノンがパーツを追加する恐怖ではなく実際にははるかにシンプルですマッカートニーはピーター・ジャクソンのゲットバック・ドキュメンタリーでその技術の潜在能力を目の当たりにしましたダイアログエディターのエミール・デラレイはコンピュータをプログラムして バックグラウンドノイズ、楽器を含む個々のビートルズの声を認識し、クリーンアップおよび強化することができました。では、同じことが、n o w ド・ e n のデモのレノンの声に対して行われる可能性は、マッカートニーは BBC ラジオ4のトゥデイ・プログラムで、最後のビートルズのレコードを制作する際、ジョンの声はデモから取り出すことができました。それから、通常通りレコードをミックスできます。したがって、 ある種の余地が与えられまますと確認しましたマッカートニーは AI から望んでいた結果を得ました。それがそこにあったジョンの声、クリスタルクリアと述べ、再構築された n o w ド e n のリリースを発表しました。非常に感動的です。私たち全員がそれに参加し、それは本物のビートルズの録音です。2023年にになってもビートルズの音楽に取りり組んでおり 公衆が聞いたことのない新しい曲をリリースする予定ですそれは興奮することだと思いますビートルズが最新のテクノロジーを使用し続けているのは非常に適しているようですしかし疑問が残るのは Now and Zen の構造にどう対処するかつまり未完成の部分にどのようにパーツを追加するかという点です私たちはすぐにその答えを知ることになりますしかし今は彼らが最初にどのように取り組んだものを聞くことができます レノンのオリジナルデモを聞いてみましょう。1978年のデモがマッカートニーを悩ませたのは理解できます。ここにはいやおなく魔法があります。そしてそのときには予知はありませんでしたが、最も偉大な作曲家の一人からの別れのように感じられます。ここには非常に大きな潜在能力があります。ベノンは私たちに幻想的なバース、橋といわゆるコーラスを提供しており、それは単なるプレースホルダーのようにも思えます。 マッカートニーはすでに彼の死後にもかかわらずレノンと共作できることを証明しており、フリー・アズ・アバードにはマッカートニーからの B セクションが含まれ、新しい展開がありました。同様のアプローチがここでも機能するかもしれません。報告によると、ビートルズの Now and Then にはジョージ・マーティンの息子ジャイルズが監督したストリングス、追加のピアノ、そして驚くべきことに、バンドの60年代の曲、Here There and Everywhere。 エリナーリグビー、ビコーズから取られたバッキングボーカルパーツが含まれています。これらはマーティンによって追加され、その後、マッカートニーと一緒に制作され、スパイクステントによってミックスされました。私たちは今、それがすべてどうなるのかを聞くのが非常に楽しみですが、中核には依然としてレノンのボーカルがあります。スターは、それは彼を部屋に戻していただける最も近い方法だったので、私たち全員にとって非常に感動的でした。 ジョンがそこにいたかのようでした遥か彼方だと述べた以上ビートルズ最後の曲 Now and Zen に関する知識と残る疑問についてでした今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただき誠にありがとうございますジョンが残した曲についていつまでも思いをためていたことが技術の進歩によりその課題が解決され実現になることは結局人の思いではないかと思う話でした その思いを持っていたのは「n o w ド e n の曲を作ったジョン・レノンそしてその曲を託されたポール・マッカートにこの二人の思いがこうして一つの曲として全世界の方に届けることができたことに感覚します。これからも「n o w ド e n のことを掲載していきますのでまだチャンネル登録をされていない方はこの機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。